エムド GP35 は1963年7月から1966年1月の間にアメリカの GM、MM、エムドが製造した電気式ディーゼル機関車である。ルーツブロワーを装備した1800馬力の V 型16、気筒ディーゼルエンジンである 567D1 型エンジンを搭載していた GP28 の出力を2500馬力としたものが 本形式である。エンジンは 567D サニエ型となった。そのため、GP28 では2つだった、ラジエターファンが本形式では3つになっている。携帯のバリエーションとしては、ショートフードを運転台の高さまで高くしたハイフード仕様があり、サザン鉄道、ノーフォークウェスタン鉄道、メキシコ国鉄が採用していた。メキシコ国鉄の車両は、 蒸気発生装置も搭載していた。装備のバリエーションとして、ある B 型台車の装備車や、ダイナミックブレーキ未装備車があった。また、セントルイス・サンフランシスコ鉄道と、シカゴノース・ウェスタン鉄道では、燃料タンクを3000ガロンに拡大し、床下にあった空気タンクを屋根状に乗せたものがあり、トーピードボートという愛称で呼ばれた。 本形式は1334両が製造され、うち1251両はアメリカに、26両はカナダに、57両はメキシコに収められた。本形式のエンジンを新型の M 度 645E3 型とし、さらに出力向上を図ったものが GP40 である。ありがとうございます。